いやー、皆さん、崖の上に街を作る街づくりシミュレーションゲーム、クリフエンパイアのプレイ動画へようこそ。早速やっていきましょう。新規ゲーム。過去10年間にわたる核戦争によって、地球の表面は放射能の霧で覆われてしまいました。そういう設定があるんですね。数千人の人々が軌道上に、のステーションに避難したのですが、彼らには地表に人工的な崖を作る時間がありました。故郷に戻るチャンスを未来の世代に手渡すためにやろう。まず場所が3つありますね。で、それぞれね、特性があるんですよ。まずヘブンリーから見ていきましょう。情報を見ると、地下水量が48、日照量50、風量100とね。で、これから発電していくことになるんですね。風量がたくさんある場所だと、風力発電。スプリットは日照量100ですから、ここだと、太陽光発電ですね。ヘブンウォーターだと、電力は集められそうにないんだけど、ここに水たまりがあって、まあ、池かな。よく見るとこれ魚いますから、ここで飯が食えるということですね。どうしよう。スプリット最強臭いよね。日照量もあって地下水量も100ですから。ただ日照ってことは太陽光パネルでお金を稼いでいくことになるので、お金じゃないや、発電していくことになりますから、そうなると夜、電力集められないんですよね。夜も電力集めること考えれば、やっぱヘブンリーかな、最初は。ヘブンリーからスタートして、いずれ橋をつなげて隣の崖へ移りましょう。やろう。まず最初は貯蔵所を建設するですね。貯蔵所を建設するには空いているエリアをクリックしてから産業タブを選択します。建設可能な建物から貯蔵所を選択する。それぞれの崖の最初の貯蔵所には都市の創設に必要な初期資源が収められています。やろう。貯蔵所ですね。あ、間違えた間違えた。なんだかどうしたこれもう。やばい、これなんか材料減ったかな。あ、まあ、とりあえず端から攻めよう。進めよう。来ましたね。軌道上にある資源は有限です。軌道上ですよ。宇宙にあるんですね。資源を賢く使って地上に居住地を作るのです。とのことです。もうその有限な資源を今無駄にしましたからね。次は発着プラットフォームを建設する。市民を迎えるには発着場が必要ですが、崖の縁にしか建設することができない。新しい市民には家が必要になる。彼らに備えて住宅2個か中型住宅を建設しよう。これまずは発着プラットフォームですね。まあこうかな。で、次、住宅ですね。25人分の住宅を建設する。住宅1つで居住者13、消費電力2。中型住宅1つで居住者26、消費電力4ですね。住宅の2倍が中型住宅ですね。もう消費電力も2倍ですから。もうだったら中型でいいでしょう。って思います。ここか。進めよう。で、作業は全部ドローンがやりますね。肉体労働者の職場はこの世界にはありません。何やるんでしょうね。ホワイトカラーしか生き残れない世界ですよ。俺は死んでしまいますよ。さあ、ちょっとこれ飛ばすかな。今回は20分ぐらいの動画にしたいですね。このチュートリアル非常に長いんですよ。
次のミッション、25人の住民を入植する。ここに人が来るんですよ。あのカプセル発着、それまで待とう。今朝の3時だから来ないんですね。多分朝の5時6時になったらカプセル来るんじゃないでしょうかね。これもっと街が発展してくるとね、これおしゃれですからね、このゲーム。いいサムネが撮れそうですね。ちょっと進めよう。朝7時8時かな、来るとしたら。あ、来ました来ました。新たな入植者ですね。これで25人ですよ。多分。軌道上で入植希望者があなたの新しい都市に入植する契約をする。入植者の獲得率はあなたの都市の評判次第。入植者は25人単位で都市に加入する。25人単位ですね。評判が悪い場合には25人単位で軌道ステーションに帰ってしまう。もうすべて あらゆることが25人単位ですよ。次は余剰電力を生産する。現在この都市は貯蔵所のバッテリーから電力供給されていますが、それにも限りがあります。崖の気候に応じて風力タービンまたは太陽光パネルを建設して電力供給量を増やしましょう。インフォメーションをクリックすることで崖の概要を表示することができます。ここは風が強いから風力タービンまたは風力発電所ですね。風力タービン4つ分が風力発電所なので、今回発電所かな。それはもう上でいいか。ここどうしよう、下でもいいか。ちょっと風はどっちから吹いてんだこれ。そのない、あ、向こうですね。じゃあこういう向きかな。じゃあ進めよう。3倍速でやろうか。社会的費用マイナス10、税金または失業給付は8時から19時まで。ちょっと待って。都市の電源供給量が 100% を超えた場合、バッテリーステーションが余剰電力を処理します。完成しているバッテリーステーションを選択することで充電している模様を見ることができます。バッテリーは将来交易や不足した電力を補うために保管することができる。次はバッテリーステーションを作りましょう。あ、空いてる場所をどんどん埋めていこう。ここでいいか。完璧だな。ちょうどいい感じにはまりますよ。埋めていこう。進めよう。バッテリーステーションが完成しました。ここでバッテリーを貯めます。2つですね。2つかな。風力発電は夜も発電できるからいいですね。これ太陽光発電だと夜はバッテリー使用していくことになりますからね。あと少しかな。あと 50%。 社会的費用がどんどん減っていってますね。これ労働者ができたからかな。次は水抽出ステーションを建設する。水は都市にとって最も重要な資源の一つです。
地下水は水抽出ステーションで抽出することができる。水は人が消費するのと食料の栽培の両方で使用される。地下水の存在は崖の特性に依存する。ここ48ですね。どっか空いてる場所に水抽出ステーションを作りましょう。じゃあここでいいや。ここの下に水があるんですね。まあ草も生えてるし、生えてるしな。あるんでしょうね。で、水を抽出5個ですね。このカプセルっていうかタンクが5個溜まるまで待ちましょう。で、このチュートリアル非常に長いんですよ。長いので、一つの動画では収まりきりませんから、まあ、今回は、20分から25分ぐらいの動画を想定して実況していきましょう。Objective completed. できました。次は農場を建設する。食料を得るには農場を建設する必要がある。小型を3つもしくは大型1つの農場を建築してください。野外農場崖の土壌の飛天度の影響を大きく受けますが、気候調節のための電力を必要としない。屋内農場は土壌の飛天度の影響を受けませんが電力を必要とする。その飛天度がね、現在わからないんですよね。ハテナと表示されている情報を知るには大学で地質調査を研究する必要がある。そんな余裕ないんで、今は大型屋内農場かな。農場これ全部上に乗っけようよ。いや、綺麗なゲームですね。で、食料を収穫する。8個ですね。この大型農場では16の穀物が作られますね。もう完全ハウス栽培ですね。肉体労働者いらないんですよ。いいですね。温度と光と水の量が全部コンピュータで制御されてるんでしょうね。で、収穫もドローンですからね。労働者はもうみんなホワイトカラーですよ。あ、労働者6人いますね。だから、コンピュータルームで制御してるんでしょうね。いろいろと。Objective completed. 次。次はまた鉱山を建設する。都市を拡大していくには多くの建設資材が必要になる。またはまた鉱山から抽出できる万能資源です。抽出率は崖の埋蔵量に依存する。それもハテナで見えないので分かんないんだけど、とりあえず建てる感じですね。あー、じゃあここでいいか。で、マーターを6個抽出するまで、これは6倍速かな。最近の街づくりシミュレーションゲームっていうのは、労働者が働いていったり、このオブジェクトができている様を経過でね、これ見れるのがいいですよね。なんか、オストリブだかなんとかっていう、インディーゲームこんな感じだった気がします。アップグレードできますね。どうしよう。廃材の抽出が可能になるか、自然環境が良くなるか、自然環境が悪くなるけど、またあの抽出量が増えるかですね。自然環境が悪くなるのは多分選択肢としてないと思うんですよ。自然環境を良くするか、廃材を抽出するかの2択ですね。お金がたくさんかかるってことは何かしらいいことがあるんじゃないかな、これ。自然環境いい方がいいんじゃない？じゃあ、あとは待とうか。
進めよう。集めた資源はここに置くんですね。で、これをドローンが持って帰るんでしょうね。ドローンがこの貯蔵場に。6個ですから、あと3つですね。今は食料を集めるので、手一杯ですね。ドローン3つしかありませんからね。報酬受け取る。次はメンテナンスセンターを建設する。すべての工業施設にはメンテナンスが必要。都市の成長に伴いメンテナンスセンターの数を増やす必要がある。少なすぎると都市が重大な火災のリスクを抱えることになる。とりあえずまず一つ建てて、これから都市が発展していったらメンテナンスセンターを増やしていくことになるんでしょうね。まず場所ですよ。この使えそうにないこの場所、埋めていこう。あとなんかできないかな。中型住宅のアップグレードですね。見た目を良くするか、この住宅に太陽光パネルを設置して電力を供給するか、居住場所の拡張ですね。消費電力は上がるけど、どうしようかな。住宅一つで25ですよ。あと一つ中型住宅を作って、で、中型住宅全部二つですね。二つを居住場所これアップグレードすると28ですから、中型住宅二つ分、一つ分になるんですね。これでいいかな。上に長くなったんですね。高層マンションですね。で、メンテナンスセンター今作ってる最中ですね。ちょっと進めようか。できました。次は 3D プリンター施設を建設ですね。3D プリンター施設ではマーターを使用して市民のためにエンジン、各家電製品、ガジェットを生産することができる。施設が完成したら選択して何を生産するかを選択してください。もうありとあらゆるものを 3D プリンターで作る世界ですよ。もう来そうですね。現実世界でも。ここでいいか？じゃあ進めよう。こういう角度で見るとね、サムネ的にもいいですね。なんかできてる感じはしますよ。こっち側何にもないんですけどね。まだ街っぽさはないですね。もうエンパイアって言うけど、これ帝国って感じしませんよね。今回はこのエンジン3つと家具3つを作るところまでやって、一旦そこで動画を切ろう。なんか地味だけど楽しい、そんな感じのゲームですね。戦争がないから地味なんですね。絵は地味じゃないですけどね。絵は結構なんというかこうおしゃれですよね。あ、作るか。エンジン1つと家具1つですね。見てください、これ。3D プリンターが仕事してますよ。このゲーム、定価900円ですからね。900円の割にはよく作り込まれてると思うんですよね。で、作られたものがここに置かれますね。いや、900円でこれだけね、実装してくれたら、これ満足ですよ。しかも現在進行形でアップデートとかありますからね。これ、Steam でね、評価非常に好評なのもわかりますよ。900円でこれですから。あとちょっとで3つ目が完成しますね。だから今回はここまでか。あとちょっと作ってもいいかもしれないけど、やめよう。
Objective completed. ということで一旦ここで動画を切ろう。定価900円の街づくりシミュレーションゲーム、いいですね。一応これ続けていこうかな。この崖3つを埋まるところまでやろう。何かしらの建物をオブジェクトを立てていって、やることなくなったらそこでゲーム終了にしましょう。という感じですね。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。さようなら。